これすごい簡単です。本当に誰でもできますし、特に初心者の方でも、いけますし、今日は基本編なんですけども、ああいうこうちょっと、深く突っ込もうと思えばいくらでも、広がりのある馬券術なんで、今日はちょっとその基本って言っても結構あるんですけど、それをちょっとお話ししたいなと思います。今年は1000万の払い戻しを取りたいと思います。よろしくお願いします。あとまあ新しい馬券術も教えていただいて、もうそれはもうすごい参考になりました。今後にそれを生かしたいと思います。本人に会うのが自分の会えるってことで生きていく。なかなかそういう人っていないんですよ、ね、ただお金だけもらうだけとか。で、法則に合った馬を発見する。まあ法則っていうのは今回何個か入れてますので、それをまあ見ていくっていうことになりますよね。重賞っていうかね、 G1、G2、G3 の中でも結構あるんですよね。なんかうまいことこう法則ってないだろうかっていろいろ考えた時に、まあ、そういうふうなレースっていうのをね、今からピックアップしていろんなパターンでちょっとお見せしますので、ちょっと見ておいてくださいね。ある意味 JRA の、サービスレースじゃないかなって思ってるんですよね。考えようによってはこういうレースだけするとすごい確率が良くなるんですよね、本当言うと。